今日は大会で早く帰ってきました。はい寂しい。違う楽あっはい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 、やべ、数えてね。おい、シービーショット。こうあるでしょ、はいはいはい、ベースがここでさ、跳ねたらさ、こう、こっから跳ねるからどこ跳ねるか分かんないよ、ね、だったらもっと前、ここだったらさ、まだ跳ねてる、こっから、ね、だから前に行くのがブロックに楽と思えばできる。そうそうそう、ああ、それでもっと手術くらい前に、前に、そうそうそう、ああ、いい、そうやって止めるから下に、前に、内野だってさ、ハーフバンドで取るようにさ、ショーバーの取ったこと取りやすいから、はい、そしたらもうここでここすら抜けないと、抜けるところを、そこにここに手を持ってくる、そう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 、これを、はい、バンジョークするといいと思う。なるほど、サイドを使うか。まあ、バットでもいいですよ。あ、はい、トンボとかでもやった。あ、やばい、ショートバンドだと思って飛んじゃう、うん、これだともうただの壁になっちゃうから、ここに当たってもフェアもない。あ、どっかに弾いてる。今もう自分でサイン出してるから、まっすぐがカーブか分かるから、構えてるところよりもう低いと思ったらもう前、こうやって落とす。この時にここに落とした時にもう勝負だと思ったら、そしたらもうこのままこういう、これを一回こうしてからこうしてたら間に合う。もう低いと思ったら、そうそうそう、結構形綺麗な形。こっちはね、もう多分どっちみちワイドピッチ。はい。だけどまあこれも止めてあげるとやっぱね、ピッチャーとしては嬉しいけど、まずはここの正面のさ、テクゾーンをの中で必ず止めてあげれば、クリーンはまずない。この辺取ったのはもうファインプレーです。それ前にこう、そうそうそう、その時に顎持ってきた、顎上げちゃうとここにグッ、頭の方があって、うん、グッて顎引いて丸めたり、そう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 、その位置だったら絶対に後ろ行かない、はい、下に落ちるだろう、ビヨンビヨンビヨン、これじゃなくてここに落とす、ここに落とせば絶対アウトになる、はい、そしたらもう自分の下にあるって分かるわけです。ここ抜けることもないよ。はい。よく言うと、ここら辺でさ、うん、見失ってさ、こんなことやってる。うん。それで、こう抜けばさ、ここに落と、そう、ここに落とせば、だからもう勝ちだ、うん。めっちゃ勉強になるな。ありがとうございます。
てありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。バイバイ。